ミヤリーコールちゃんです。よろしくお願いします。暑いな今日、すっごく暑い、暑いな。はい、今日のオープニングは私大西葵が進行させていただきます。よろしくお願いします。暑そう、かわいい。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんと一緒にタイトルコールをしたいと思いますので、私たちが火曜はと聞いたら上位ドンとコメントお願いします。はい、お願いします。準備できます。麦わら準備です。はい、麦わら帽子です。お似合いですかね。はい、それではいきます。せーの、火曜は上位ドン。キューパン、キューパン。今日とことん夏にしていきますね。よろしく。お、いっぱい来てない。すごい、ありがとうございます。はい、私たちニアニーコールジョイ、略してニアジョイは、指原莉乃さんがプロデュースされているアイドルグループの、イコールラブさんのトイコールミンさんに続く第3のグループです、はい、この生放送で皆さんのコメントと交流しながら、さまざまなことに挑戦していろいろな一面を見せていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。夏なのでね、はい、こんな帽子をみんな帽子かぶっちゃった、はい、なんかいつもは猫とかなんですけど、ね、やるけど、まあうちらはね、麦わらの一味ですから今日は麦わらでやらせていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、夏だよ ね。それではメンバーの自己紹介に行きましょう。はい、今日はお盆シーズンということで、自己紹介と一緒に親戚で集まった時に食べていたものについて話していきましょう、はい、ではでは、ね、私から行きたいと思います。はい、東京都出身、葵こと大西葵です。葵ちゃん、葵さん、なんだろう、でもお盆に親戚と集まるのなんかあんまりない、確かに。でもお正月とかさ、そうそうそう、とかも私もそうだね。そう、私もお正月は絶対集まるんですけど、その時はお寿司とか、あと私が一番好きなのは、あのおばあちゃんの手作りのお雑煮。うわー、絶対に美味しい。美味しい、もう美味しい、最高です。最高、食べたい。素敵、食べたいです。いいね。では私行きます。はい、こんばんは、ミヤリーコールジョイのあみこと小沢あゆみです。あゆみと、私が親戚と集まって食べているものは、私もお正月にはなるんですけど、年に1回すき焼きを食べるので、私お家ではあんまりすき焼き食べないんですけど、おばあちゃん家行くとその日は食べれるのでたらふく食べます。あとはおばあちゃんの煮物が本当に大好きなので、はい、もう食べに行きたいと思います。またよろしくお願いします。なんかお雑煮人気じゃない？そう、お雑煮ね、煮物大好きなの。私がね、煮物が好きすぎてめっちゃ作ってもらうの。ぜひ今度は食べてください。食べてください。リコリコ。はい、リコこと藤沢リコです。リコ。私は、親戚。でもなんか、おじいちゃんおばあちゃん家に行った時に、よく作ってもらうのが、あのミルフィーユカツっていうとんかつを作ってもらうんですけど、結構こう薄い豚肉をこう何枚も重ねてカツにするっていうのをこういつも作ってもらって、ちっちゃい頃から大好きで、それが結構よく食べてますね。おしゃれじゃない？おばあちゃんのお料理ミルフィーユカツ、おしゃれじゃない？ミルフィーユ固まるの？おしゃれだね。ミルフィーユカツですね。すごい、食べたい。いつもありがとうございます、って感じ。まあ、ありがとうございます、はい、そんな感じです。よろしくお願いします。いいね、食べたい。よろしくお願いします。お腹空いちゃったね。お腹空いた、なんか、はい、じゃあということで、今日はね、この3人でお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そしてそして、なんかさ、結構私はさ、このメンバーでやんの、え、珍しいよね。そう、私もさっきさ、ポストしてさ、書いたけど、リコとも久しぶりだし、青さんと、青さんとなんて、いつぶりだっけ、いつぶり、結構、そうだよね、ないよね、すっごく嬉しいわ、本当に、やりたかった、一緒に、ありがとう、今日よろしく、一緒に最高の夏を過ごそうね。そう、あとね、ちょっと帽子かぶってるから、そうなの、あんまこう、見なくて、そう、しかも、あんまこう向けなくて、ごめんね、なんか、しかもさっきから写真撮ったりさ、するとさ、ゴゴゴゴゴ当たるし、自分の幅が分かってなくて、あんまこうね、できないんですよね。喋り方、お嬢様になってるって、そんなことないですわよ。いつも、いつもこうですわよね。そんなことないですわよ。しかもお揃いのひまわり、そうなんです、頭につけちゃっていただきました。いいね、かわいい。はい、ではでは、はい、始めましょう。
ここでショールームを楽しむための機能について簡単に説明します。お願いします。名前付きのコメントやギフトを送るには無料の会員登録が必要です。まだの方はぜひ会員登録をお願いします。お願いします。ギフトを投げたりコメントをしたりするほどあなたのアバターが上の方に表示されます。はい。エンディングで上位13位から1位の方のお名前をお呼びします。さらにランキングとは別にタワーを送ってくださった方のお名前もお呼びさせていただきます、うん、ありがとうございます。はい、それではここで番組を拡散していただくためにスクショタイムを5秒したいと思います。皆さんぜひスクショして番組を拡散してください。お願いします。お願いします。どうしよう、まあ、夏ですので、なんか夏っぽいポーズなんかしたいなと思ってますけども。夏って何があるの？なんかありますか？これいいじゃん、お腹強くいかっこいい強くちょっと種類の違うのがあのさ、野菜とかでさ、そう私たちが作りました。そうだ、そんな感じなんだ。うん、いいじゃん、いいじゃん。手間暇かけて作りました。かっこよくない？いいね、私も。あ、確かに。私がじゃあ、私がスイカを育てましたみたいな。じゃあ、スイカ農家っていう手でいい。そうだね、スイカ農家にしようか。あれ取ってくんだ。え、じゃあ、ちょっと。ごめんなさい、失礼。じゃあ村長お願いします。はい、じゃあ村長。村長なのに、え、いいんですか、こんなブラさんのかっこいい。いやー、今年もいいスイカ、いいスイカがなったなった。よいしょよいしょ。そうかな、そう、帽子って大変なの。本当に大変なのよね。オッケー、どう、よろしくお願いするわ。はい、では行きますよ。よーい、スタート。うん、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 いいかしら。どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。おいしそう、おいしそう。はい、よかった、よかった。皆さんスイカ、あ、ちょうどスイカバー食べてたって。お、あー、いいじゃん、いいじゃん。よりおいしく感じましたね。ちょっとこの子さ、なんか目の幅に合ってないから。そう、合ってないよね。そういう時もあるよね。かわいい。まあね、ここにかけてるみたいなもんですね。そうそうそう、この子にとっちゃ。そうそう、そんなこともあります、あります、あります、あります。では上手に撮れた写真、ぜひハッシュタグジョイドンと一緒に SNS に投稿して番組の宣伝と拡散をお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここからのトークコーナーは私藤沢莉子の進行で、皆さんのコメントを読みながら8月6日生まれの葵のバースデー企画としてこんなトークコーナーをお送りします。題して、葵が楽しんで盛り上がるトークテーマをプレゼントしよう。やったー、嬉しい、嬉しい、おめでとう。はい、ルールはですね、今から一部が穴埋めになった、うん、トークテーマの紙が出題されます、うん、例えば、もしもほにゃららみたいな感じで、うん、この空欄の部分に入るトークテーマの言葉を皆さんのコメントで募集したいと思います。そして青以外の私たち2人がそれぞれコメントから1つ選んでトークテーマを1人ずつ完成させて出題発表します。はい、発表したトークテーマで実際に3人で皆さんのコメントを読みながら終了のベルの合図が鳴るまでトークをしていきたいと思います。さまざまなトークテーマを作りながらこれを繰り返し、最後に話していて一番盛り上がって楽しかったと思うベストオブトークテーマを葵に決めてもらおうという、なるほどね、はい、放送を見ている皆さんも参加型のバースデートーク企画となっています。なるほど、葵さんが決めるんですね、はい、そうです、葵が楽しんでもらう企画となってますので、はい、じゃあそれでは最初のトークテーマはこちらです。お、じゃらん、じゃじゃん、あれ、もう募集しちゃう、はい、もしも、あ、募集 もしも、あ、そう、なるほど、ほにゃららっていう、なるほど、ところのこのほにゃららをちょっと皆さんに考えていただきたいなっていう感じです。なるほど、もしもなんとかだったら、で、そうそう、ディベートして、それで葵が楽しんでもらう、うんうん、題材をみんなが考えて、あ、そっか、あーさんが、あれ、あーさんいつも早口になって盛り上がってる話題、なんだろうな、なんだろう、なんだろうな、そっか、皆さんぜひ、皆さんお願いいたします、コメント、私たちはここに書きますからね、そうだよね、じゃあ、もしもから、はい、もしもからでもそのままで、そこだけ書くか、うわー、いっぱいだね、何回、たくさん当たった、これ一つ、たまたま同じの選ぶとかないですけど、そしたらもうさあ、その時は乾杯だ、はい、じゃあ決めちゃっていいですか。いいよ、ありがとうございます、皆さん送っていただいて、すごいいっぱい、もしも分かんない、いっぱい来てます、うん、
誕生日しよう。じゃあこれしようかな。あ、おー、いいね。あー、いいね。それいいじゃん。それにしようかな、被るかな、リコネート。いや大丈夫、なんか選ぶの分かった。分かった。うん。じゃあそのままいくね。うん、すごいいっぱい。すごい、みんな想像力が豊かなんだね。豊かなんだね。さあさあ、見えてる。これにしようっと。やだ、嬉しいわ。じゃあハートなんて書いちゃった。あ、するする。大丈夫？どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、危ない。助けて、頑張れ、助けて。お医者さんは、お医者さん、お医者さんはいますか？今吸ってるの？誰か。大丈夫？腕ってつるんだ。はい、なりました。なった？え、なったの？え、早っ。本当大丈夫？はい。え？すげー。日常茶飯事です。そうなの。吸るときってね、塩分とか足りてないっぽいですから。あ、やっぱ塩分足りてない。はい、そうだよ、皆さんね、ぜひ塩分取ってください。ちょっとさ、この帽子前髪がさ、潰れてちょっとさっちゃう。だから後ろ目で被るといいよ。うん、本当に。よし、オッケー。なんか私も帽子っていうかなんか。可愛い、おそろだね。日よけ。可愛いね。ありがとうございます。すいません。大事。すいません。本当にありがとう。ありがとうございます。別に皆さんもお水を飲みながら配信をぜひご覧ください。本当にごめんなさい。じゃあどっちか、はい、じゃあ CMC だからやるか。あ、オッケー。はい、ではいきますよ、うん、私の選んだのはこちらです。じゃじゃん。もしもお菓子の国だったら。おー、いい、えっていう、いい、なんか好きかな。好き、最高ですよ。いいね。あ、もう話していいですか。もしもお菓子の国だったら。だってもうさ、道もクッキーで。どんな家とかになるのかなっていう。そっか、お菓子の家になるんだよ。そういうのなかったっけ、童話あるよ。ヘンゼルとグレーテルみたいな。だってもう、ただいまとか言って、ただいまって言われてる。これ、あの釣った瞬間にお菓子とかが混じって一体化したり。え、釣った気づかなかった。置かれんの、なんかお疲れんでる見えるし、お疲れ国だったらって見えるし。え、気づかなかった。すいません、これちょっと釣った瞬間に一緒になっちゃいました。先入観ってすごいね。だから人間ってやっぱこう読めるんだら見えないんだよ。うわ、気をつけよう。やっぱ視野広げた方がいいね。はい、失礼しました。お菓子ね。だってさ、もう壁も食べれるし、何でも食べれるでしょ。私はあのちっちゃい頃、うん、こうあの本当に効かないと思わせちゃうと申し訳ないんだけど、うん、雨をこう口を開けて、うん、構えてこう、うん、飲もうとしてたこととか結構あったので。はい、わかりますよ。なんかそういうのがさ、うん、本当にこう、そうだよ、キャンディーとかそうだよ。だからオレンジジュースかもしれない。オレンジジュースだよってなる可能性とかもあるってことだよ。確かに、めっちゃ成功じゃない。え、じゃあさ、好きな、あ、好きなお菓子とかだよね。え、でもいいやん、チョコ、マシュマロとか。何系のお菓子が好きじゃん。せーので答えよう。あ、じゃあ葵が好きそうなやつ答えよう。え、わかった。好きなお菓子の種類、あの商品とかじゃなくて。え、王さんなんだ、なんだっけ、王さんなんだろう。え、何でも好きだけどね。なんだろうな、うん、いくよ。オッケー、せーの、グミ。あ、グミあんま食べんじゃん。グミはコナーだろ。間違えた、なんかね、グミはコナーだろ。あれだね、ちょっと待って、夏バテ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 だよ。水飲んできて。水飲んできて、水いっぱい飲まないと。青さん何が好き。え、でもクッキーは確かに好き。好き、なんか、あの、なんていうの、チョコチップクッキーとか、シンプルな、なんかバターのシンプルなクッキー。あの、某、あの、おばあさん、おばあさん、おばあさんのクッキー屋さんとかめっちゃ好きだし、なんか、でもね、結構塩っぽいものも結構好きで、うん、あ、そうなの？わかる。あのポテチ、でもポテチの中でも、あの、わかる、あのさ、うん、ちょっと日本風のあの、うん、なんか固めの、わかる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 、はい、なんかあの、こういう色のね、そういう色のね、そういう色のね、こちらの商品のあの、塩味が大好き。わかる、もう最高。わかる、本当にわかる。確かに、だってお菓子の国だったらそれもあるってことですよ。それ、なんだろうね、なんか枕もそれかも、なんか枕の中がそれ詰まってるみたいな。だからもう寝ながらこう、寝ながらこういけるみたいな。確かに確かに、最高かも。いや、マジ、なんか楽しんでくれてる。わー、待って、盛り上がったな。これちょっと、わー、これ盛り上がったな。いいですね、では私行きますね。私はこちら、もしもプリキュアだったら。それ選ぶと思った。うん、でしょ、うん、だから選びました。プリキュアだったらです。アオさんといえばプリキュア好きなので。そうだね。
どうですかプリキュア。いやでもプリキュアはなんか結構その初めて変身した瞬間にこうもう覚悟を決めて、もう自分がプリキュアになったことを全て受け入れて戦うプリキュアと、なんかなんか変身しちゃったどうしようみたいなことを、あー分かる、結構いろんなことがあるよね。なんかこう急に力が出てなんかこうすごいパワーとか、なんかあのなんかすごいジャンプして、あの街があの豆粒みたいになって、あれーみたいになるとかが結構定番なんだけど、あの私はね、あのそうだね、プリキュアになったことをまず最初に敵をなんか放っておいて楽しむかな、なんかすごい、あ、なんかこんなジャンプできるとか言って、あ、かわいいとか言ってちょっと楽しんじゃうかもしれないんですけど、ガチ勢すぎ。でも確かにだって今まではあのパワーとか普通でも、プリキュアになった瞬間にだってもう蹴っただけでボーンってなるわけですよ。そうそうそう、いきなりパワーが勝ったことでしょ。え、そうなの。確かに。ってなると、しかもそもそもあの衣装とかがさ、え、そう、かわいすぎて、私もスプレーでね変身したりするのよ。わかるの。私スプレーあの大好きで、ハズキスプレー、そうスプレーでこうパンみたいになって、私もうそれにハマりすぎて、私その消臭のなんかスプレーあったじゃん、それを自分にかけて変身の変身の真似してたの。そんぐらい私はねプリキュアになりたかった時期があったので。めっちゃ熱く喋るやん。そう、確かに。あ、確かにいろいろさプリキュアの中でもさ、なんかパワーというかこう種類なんていうの、あれじゃん、まあ、カラーだったり何でもあるし。見たことないんですよ。でもなんか、ごめんなさい、リコが似合いそうだな。でもリコはクールな感じのがいいと思うよ。私知ってる時代1個、1個しかない、見てないんだけど1個、プリキュア、プリキュア、プリティで、しかもわかんない、キュアキュアリは2人は、2人はプリキュア、初代初代だよ、初代だよ。それだけならわかりますよ。でもいいですよね。え、ヤオさんの推しはさ、どの子なの。私はあの、ハンドキャッチプリキュアのキュアサンシャインが好きなんですけど、なんか黄色オレンジみたいな、でもここ、え、そう、まさにひまわりなんですよ、まさにひまわりって感じ。確かにもうキチキって感じなんですけど、私もなんかイエローの子に、え、アイちゃん絶対黄色だよ。うん、え、本当に、え、アイちゃん黄色っぽい、黄色っぽい、レモネードみたいな、キュアレモネードみたいな子がいるんですけど、私その子好きだったの。その子めっちゃ黄色なのよ、だから黄色の子好きになりますね。リコ、なんだろう、なんかクマのプリキュアいたよね、ショートカットの。あ、そうだ、そうだ、そうだ、それは知ってる。あと水色のか、うん、なんか青っぽい子、うん、結構いる、結構いるな、だいぶいるな、プリキュアのっぽい子。でも最初の方だったら、ね、キュアアクアとかじゃない。あー、うん、多分そこら辺かもしれない。かっちょいい、いいね。確かにリコはなんかこう、うん、結構なんかあの力でいくというか、うん、作戦立てて、なんかあの私は踊りよとか言って、なんか、うん、なんか、まあ、キュアアイミー、うん、キュアよとか言って、なんか、うん、でキュアアイミーがなんかボーボーって感じ。私結構一回ダメージ食らってすごいいっぱいやってくれる。おい頑張って、よろしくねみたいな、みんな絶対諦めちゃダメ、3人なら大丈夫だから。プリキュア劇場めっちゃ熱く語ってくれてない。いや楽しい、これプリキュアやっぱ勝てないよ。映画で見たい、映画館。プリキュアはなりたいと思ったら誰でもなれるから、本当に強い気持ちがあればね。そうなの、そうそうなの。やっぱ気持ちだって、やっぱ胸に手当ててさ。分かった。腕組んでたいもん。ダメだよ、なんか組んだら。よし、次のお題、葵ちゃんの方を選んでください。え、いいんですか？ドキドキ。あ、そうか、また続くのか。でも私、優柔不断なので、優柔不断なのでね、どうしたらいいと思う？ま、でもこれとか結構なんかやりやすい。確かにおもろい。これとかも割となんかコメントきそう、ね。おもろそう、それ確かに。なんそれめっちゃ気になる。え、これちょっと面白い、うん、面白そう、ね、コメントもなんかしやすそうですね。確かに気持ち重視だから人気、ね、相談タイムです。相談タイム、はい、続いてのお題こちらです。でで今まであまり話したことなさそうだけど好きな〇〇〇の種類は、ここですね。あ、こちらですね。幅広い。ここをちょっと皆さんに募集させてもらいたいと思います。うん、好きな、例えばなんだろう。好きな何の種類？なんだろう、ね。話したことなさそうだけど好きな。え、なんだろう。香水の種類。ああ、なるほど、ね。白の種類やって、二百色あるからさ。なるほどね。虫。メガネ？虫。あ、虫は確かに話してないかもな。むずない？それセミとか。セミって何？あ、ブラセミが好きかな。あ、私が書くの。そうそうそう。待って待って、どうしよう、単品で書きますか。話したことない。好きなうまいもん。あ、
いや確かに。ほら。え、なんだろうな。話したことないの。ラーメントッピング。あ、駄菓子とかね。やばい。駄菓子話したい。でも私個人ショールームで何でもかんでも話してるから全部話してる気がする。好きな。そうですよね。いや駄菓子良くない？話したことないこと結構多いよ。え、駄菓子良くないですか？あ、恐竜。恐竜ね。ロレスわかんない。なんとか影が好きです。じゃあこれにしようかな。わかりやすい。ちょっと待って、むずいの。え、みんな助けて。みんな助けて。生物。あ、ひどいね。靴下。まあこれにします。はい、筋肉。いきまーす。お、いきました。あ、リコネ、見た？見せていいよ。せーの、じゃなーん。魚。あ、確かに。お魚。確かに。え、それってさ、あのさ、いただく。いただきます。確かに、それ買ってくる。ごめんなさい、私はもう一目散でいただく方だと思ってた。水族館にいる。え、ごめんなさい。食べる気で言っちゃって、見る方ね。あ、でもダメよ。でも見る方も好きや。あの、え、見る方ね。え、お魚？うん。お魚、まあ水族。ああ。でもさ、水族館さ、ゆうかと言ってたよね。あ、行った。あの動物園だけど。あれ？あれ？水族館行ってなかったっけ？あれで行ったよね。あ、ユシマラさんで。わ、行ったじゃん。待って、行ったじゃん。一緒じゃん。あれ、ここ一緒じゃん。一緒に行ったよ。ちょっと待って。行ったな。確かに。あの時にコフシラの白クマね、うん、白クマが大興奮してたよ、うん、白クマはちょっと魚ではないからね。あ、そっか。そうなのよね。あ、ちょっとこれ、うん、あの、か確かに、ちょっと魚ミスったなこれ。いや、でもじゃあもういただく方のお魚ってことですね。いやいやいや、そっちにしよう。いただく方のお魚って私はね、やっぱね、あの鮭が好きなの。鮭ね。鮭ね。あの、これ知名度そんなにあるか分かんないけど、銀だら分かる？分かるよ。めっちゃ美味しくない？美味しいよ、銀だら。そんな頻繁には食べてないけど、銀だらってちょっとなんか魚界の中でもレベチに美味しいと思って。銀だらね、お弁当とかでね、たまにいただくと。確かに確かに確かに。銀だらなんとかみたいな。銀だらね、銀だら出てくるのすごいね。ね、おしゃれ。いただく系のお魚なんですか？私はもう今までずっともうサーモン一強だったんですけど、ハマチ、ブリとか、なんか多分ね、その取る時期によってハマチ、ブリの中の仲間だから、ハマチとかヒラマサってなんだけど、ひらまさ、ひらさ、ひらさまみたいな、ひらまさみたいな、どうなった？ひらまさ、どうなった？あのひらまささんって方がいるんですけど、もう本当に美味しいの。私はもうひらまさ、あえなくひらまささんって感じで。でも誰？本当に美味しいの。え、ひらまさだよ、ひらまさ。覚えてない？お家の表札とかね。確かに。そう、私もでも本当に美味しいんですよ。ブリの仲間、なんか取る時期に美味しいんですけど、大好きですね。へー。2やねって。そう。美味しいんですよ。え、楽しいわ、おい、これ。楽しい。すごい。なんか私さ、自分がじゃあ強さ好きなもんさとか言って話そうと思ったんだけどさ、当たってればさ、葵がさ楽しい話をするのさ、いや、ね、今私も喋るやつ楽しい。なんで私恥ずかしいよ。じゃあ山瀬が好きなやつ。葵じゃなくて、じゃあなんかだんだん葵が奥に見えると全部葵が楽しまってる企画なんだ。いや、私も2人のあの話普通にトークテーマだと思ってきちゃって。私もいいんだよ。葵、ね、楽しい。私もホッケ好きなんだよねとか言おうとしたんだけど。いや、いいよ。ホッケ美味しいよ。だってホッケなんてさ、だってクマちゃんもホッケ好きなんじゃない？白クマさんのこと。だから上がるよね。ありがとね。上がるわ。めっちゃホッケ好きだよね。ごめん。ごめん。ホッケミスった。いや、ミスった。ミスってないよ。涙涙盛り上がってる。ほら、涙出てる。すごい。涙ねいっぱい。じゃあ私行きますね。私こちら。じゃん。もしもじゃなくてではないっけ。なんか。今まであまり話したことなかったけれども。好きな駄菓子ですね。駄菓子の種類か。私はこれね、さっきとちょっと似てるんですけど、これもあのポテトのさ、悪いか。はい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 。あの坊やが、坊やがさ、男の子が作ってるやつ。そう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 。はいはい。わかるよ、見たら。
見てらっしゃる。あのさ、結構よくあるさ、うん、ほら、あるじゃん、イコノイジョリハのさ、ところにバーってあったなんかいっぱい、なんあの、コンコンで、そう、そうなんか4枚ぐらい入ってて、わかるわかる、そうなんかもう油となんかって感じで、もうなんかカロリーの味がするんですけど、うん、美味しい、もうやば、めちゃくちゃ美味しくて、わかる、美味しい。駄菓子か。駄菓子屋さん、私大好き、ね。駄菓子ってむずいよね。今ないよね、なんかなんか行ったことある、うん、駄菓子屋さんとか。え、でも小学校はある、行ったけど。今全然なくない？今ね、見ても入らなくなったね。あー、大人になってた。駄菓子もう一生買いたいんだけど。私もずっと行ってた。うん、10円とかだし。え、そうだよ。駄菓子屋さん行った時なんだろう、なんかあの、うん、ベビースターっぽいのがこんぐらいに入ってて、こう当たりがついてる、うんうん、なんかやつがあったんだけど、何それ、ほんとこんぐらいのわかるサイズで、わかんない、皆さんわかりますか、があったんですよ、うんうん、え、何そうとか、あとペペロンチーノとかよく食べてました。あー、うん、みんななんか道で湯切りしてたわ。そう、あと3個のうち1個めっちゃ酸っぱいみたいな、あーとか小学校の好き、友達とめっちゃ食べてた。いいよね、あれ、うん、あれ美味しい。でもさ、本当にね、ちゃんと美味しくない、酸っぱくても、うん、うん、懐かしい、いいな、駄菓子屋さん行ってみたいよ。なんか好きなアイドルさんとかのさ、ブロマイドとか売ってるのよ、なんかレジのここら辺にさ、カードかかってるのね、それがめっちゃ大好きで、あとなんかアイドルさんのなんか後ろが免許証みたいな、免許証風のカードになってて、こっちが普通のなんかブロマイドみたいになってて、それが集めてて超好きだった、駄菓子。なんかそれで言うと、うん、猫の、うん、バイク乗った猫の、うん、あれ集めてたわ。え、なに？やばいよ。え、なに？え、なんだっけ？え、猫のやつあったよ。え、そう、あったよ。猫のさ、なに？ちょっとこう、ヤンキーチックな猫ちゃんの、うん、え、それ食べ物？なめ猫、あー、知ってるかも。え、そんなのもあった？そのあった、あった。最近じゃない？昔なの？私何歳じゃん？わからんよ。え、何歳？数年代ってやってる。え、ちょっと待って、いつを生きている？トラベラーなの、タイムトラベラー。タイムトラベラー、え、でもダメ猫ってありましたよ、私も小学校の頃。でも知ってる、私も知ってる、知ってる。そうそう、ちょっと気まずい空気でしたら、あの、申し訳ない。おい、楽しかった楽しかったよ。おい、楽しかった、楽しかった、楽しかった、まあ、じゃあ良かったけど、なんか良かったけど、とても楽しかったです。楽しいの、ベスト、ベストオブトーク賞選べそう。そっか、トークショー、あ、トークテーマじゃあちょっと葵にベストオブトークテーマを選んでもらおうかしら。はい、決まってるの？4つあったけど今、はい、え、もう分かったわ、初めから決まってる感じだわ。もう分かった分かった。じゃあ葵さんが選ぶベストオブトークテーマ、じゃん、もしもプリキュアになったら。ですよねプリキュア、プリキュア嬉しい。いや、プリキュア、いや、全部楽しかったですよ。いや、楽しかった、本当に全部楽しかった、盛り上がったね、うん、私も楽しんじゃった、私もすごい楽しんじゃった、ね、私も楽しんじゃった、嬉しい、楽しすぎて。プリキュアやっぱいいよね、本当ですよ。皆さんもたくさんコメント、うん、ね、ありがとうございました。ありがとうございました、お聞きいただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは以上、葵が楽しんで盛り上がるトークテーマをプレゼントしようでした、うん、イエーイ。ではではで、ここからは私おじわいみの進行で、夏にちなんだこんなことで、こんなことで盛り上がりたいと思います。こんなことでやっております。題してショールームさんの月企画、夏を感じるゲームで盛り上がろう。いやー、ちょっとね、冒頭でね、ちょっとチラ見せされてたんで、あれなんだろうみたいな、皆さん、はい、ちょっと感づいていたかと思いますが、今回はですね、このショールームさんで太鼓の達人をしております。太鼓の達人、はい、太鼓の達人、はい大好き、やばいよ、ゲーセン行ったら太鼓の達人ね。でもね、大人になってからだと、通行人の方とかがこっちで見るじゃん、うん、それが私恥ずかしくて、あんまプレイできなくなっちゃった。本当に今でもゲーセンで、すごくない？恥ずかしくなっちゃったもん、やばい、もう名前が出てんの。僕やったことないんですけど大丈夫ですか？やろやろ、やっちゃうやっちゃう。え、本気出すために帽子取ってもいい？いやいや、ガチで。いやいや、じゃあ、はい、帽子預かるわ。待って、え、かっこいいかも。あ、あ、いいじゃんいいじゃん。じゃあ私が一回戦二人でやったらどう？いっぱい曲あるよ。どうやるの？これって二人でできるの？お、音大きい。一 P、一 P、二 P あると思います。え、お前よ。一回じゃあ応援してるわ。え、私ちょっとわかんないから。え、私もだよ。お手本見せて。嘘でしょ？私も一緒やってないけど。
私いろんな、あ、私しか選ばない、私もいけるわ、何がいい、うわ懐かしい、夏祭りなんで、え、夏祭りやばい、あるよ、うわいいね、今日夏だからさ、うわいいね、待って、でもさ、うん、アニメじゃない方がいいよね、まあ、そうなの、でもアニメだよ、ね、コナンとかあるよ、テーマじゃない、夏祭りは夏祭りにする、うん、いっぱい、まだコナンのさ、ビンクとかも来てる、あれやる、やだ、鬼やばいよ、鬼やばいよね、鬼無理だよ、難しいもやばいけど、まあ難しい方がいい、難しい方がおもろいか、本当？私激震してもいい、さ顔が激震するけど、やばい、えゲーム中私も大丈夫、大丈夫、難しいでやるか、本当に、どっち見ればいい、本当に難しいでいく、顔がやばかったら葵ちゃん教えてあげてください、はい、え難しいでやばくない、せーの、よっしゃ、じゃあ一回クマタン、遊び方出てきちゃった、これスコア対決、私もじゃあちょっと、え、まだぺちゃんこ、なんかちょっとガチ勢の戦う、やった、私できない、え、どんどん、私どっち、私1、オッケー、どっち見たらいい、私こっち見てる、これえ、待って、待って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 、あれあれあれ、あ、こっちだ、こっち見ればいいんだ、こっちだ、こっち見ればいいんだ、ねえ、待ってて、最後から、ここから、ここから、頑張れ、あ、すごいすごい、オッケー、サングラスにしよう、鬼とと、あ、かっこいいじゃん
頑張って、どうしよう、隣の音ってすごいライブより緊張する、うわ難しい、やってきました。お待たせいたしました。
ましたじゃあ私ちょっと踊っときますよろしく、え、見えないですよこのサングラス見えない、めっちゃ全然違うだ、はいはいはい、ヨーデル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 妖怪デルケンズラレンケン、ヨーデル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 妖怪デルケンズラレンケン、楽しんじゃいましたけれどもいかがでしたでしょうか、皆さん今太鼓の図にしたくてたまらないと思うよ、やりたくなっちゃったじゃないの太鼓たとに、ね、私もさお家でこれ買いたい、買いたくなっちゃった、すごいこれいい ね、これでさメンバーとさ一緒にやりたいかもまた、うんうん、ね、楽しかった、嬉しい素敵な夏を過ごさせていただきました、以上ショールームさん夏企画夏を感じるゲームで盛り上がろうでした、はい、楽しかった、ではでは早いものでね、うん、そろそろエンディングのお時間です、うん、まずはニャジョイからお知らせです、はい、はい、ニャリーイコールジョイファーストシングル体育館ディスコのフォーチュンミュージック限定個別お話し会が開催されます、はい、そしてさらにニャリーイコールジョイセカンドシングルが10月の16日水曜日に発売されます、こちらのフォーチュンミュージック限定オンライン個別お話し会とツーショット撮影会も開催されますので、ぜひご参加ください。お願いします。はい、お願いします。対面のお話会のツーショットも ね、この間発表されたので、そうそうそう、全ての応募受付は現在、現在？え？うん、あ、明日か。明日か。明日だよね。うん、明日の8月14日水曜日12時から8月15日木曜日12時までとなっております。うん、皆さんぜひ。チェックしてぜひぜひ参加してください、お願いします、待ってます、はい、そしてそして年に一度の3グループ合同の大型野外コンサートイコノイジョイ2024が9月の28日富士急ハイランドコニファーフォレストで今年も開催させていただきます、はい、現在各種チケットのニアリーイコールジョイオフィシャルファンクラブ会員チケット先行受付期間中となってます、オフィシャルバスツアーもありますのでぜひぜひチェックよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、そしてその開催を記念して、うん、昼と夜の、ね、両部、3曲目を予想していただくセットリスト予想クイズを実施中となってますので、うん、はい、両部的中させた方には、うん、抽選30名様に、うん、アクリルグッズスタンドをプレゼントいたします、欲しい、はい、皆さんぜひここでしか手に入ることのできないグッズなのでぜひ予想して参加してみてください、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、そしてですね、あさっての8月の15日木曜日19時からショールームさんにてイコールラブさんの山本アンナさんの教えた花だよりに私小沢恵美が出演させていただきます、ぜひご覧ください、お願いします、そしてですねニアニーイコールジョイホールツアー2024の開催が決定しております、ツアーの日程は2024年10月の14日月曜日の祝日ですね、福岡県福岡市民会館大ホールで10月の27日日曜日、兵庫県神戸国際会館国際ホール、
で11月の2日土曜日大阪府オリックス劇場、そして11月の24日日曜日千葉県幕張メッセ国際展示場展示ホールとなっております。詳細やチケット情報などは追ってお知らせいたしますので、皆さんぜひ予定を空けてお待ちください。皆さんツアーよろしくお願いします。お願いします。待ってるよ。はい、どのお知らせも詳しくはニアリーゴールジョイの公式サイトや公式 X をチェックしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではでは、感謝を込めてランキング13位の方からお名前をお呼びします。今からお呼びするのはスタジオで表示されているランキングなので、パソコンやスマホのラグなどでご覧の順位と違ってもご了承ください。それでは発表したいと思います。はい、ワク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 まであります。ワク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 ちあちゃん、ありがとうございます。はい、そして10位がゆうだいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして9位がえみるさん、ありがとうございます。そして8位がデコヒロさん、ありがとうございます。はい、そして7位がうかてんさん、ありがとうございます。はい、そして6位がお肉さん、ありがとうございます。そして5位がゆうやさん、ありがとうございます。はい、そして4位がやがみのりさん、ありがとうございます。はい、そして3位がミッドナイトパーティーさん、ありがとうございます。はい、そして2位がとめぞうさん、ありがとうございます。はい、そして1位がドロロロロンドーン、ハチビーさんです。ありがとうございます。ありがとう。すごい、あの夏のさ、サマーのね、クマさんもウクレレクマさんも、そうだね、手を投げてくださった方が、ありがとうございます。まずハチビーさんが、ありがとうございます。ウクレレクマさん、ありがとうございます。ハチビーさん、かわいいね。あ、そしてトメゾウさんがあのDJ ペンギンさんね、DJ ペンギン、これ可愛いよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそしてミッドナイトパーティーさんが、うん、ウクレレクマさんを、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、名前を呼びできなかった皆さんも、タフタンダクタータフさんのギフトやコメントを送ってくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日のジョイドンはいかがでしたか？楽しかった。楽しかった。いや、夏を感じましたね。夏を詰め込んだと思います。いつハワイへだった？ショールームさんの夏企画の差し入れでリンゴ飴。待って、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 買うし、あの買いに行っちゃうんですよ。前にさ、だから YouTube とかで行った時もさ、うんうんうん、お店があって、ね、みんなめっちゃ飲んでるよね。動画に映ったの富士急の時ですよ。そうそう、富士急の時、みんな買いに行ったよね。みんな買いに行ったの。帰りの車でみんなもぐもぐ食べてて、もう夏祭りじゃん。え、ちょっと待って、そしてそしてありがとうございます。あ、ありがとうございます。ハッピーバースデーツーユー。え、クマ書いてある。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーニアオさん、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとう。え、ありがとう。夏の女、ハッピーバースデー。ペンナーできない記念は、ね、やったね。ありがとうございます。欲しいね。大阪がペンライト買い
ちょっと皆さん写真お願いします。はい、チーズ、はい、チーズ、はい、撮って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 誰か撮って撮ってショールームさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい。また個人ショールームでもいっぱい自慢しちゃおうじゃん。そうだね、嬉しい、ありがとうございます。あとでみんなで楽しく食べようね。そうだね、いただきよう。じゃあぜひぜひ今日の感想をね、ハッシュタグジョイ丼をつけて、SNS に投稿お願いします。お願いします、はい、そして次回のジョイ丼もね、ちょっと間が空いちゃうんですけど、そうですね、4週間後の9月10日火曜日19時から放送予定です、はい、出演メンバーは決まり次第公式サイトや公式 X でお知らせします、画面右上のハートマークを押して、お気に入り登録すると通知が来て忘れず見ることができますので、まだの方はぜひご登録をよろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日楽しすぎたけど大丈夫そう？1ヶ月空いちゃうよ。もうめっちゃ喋ったよ、ね、でも確かに1ヶ月ぐらい開くから、ね、もしくも秋になってるかもしれない、ね、そうなんですよ。だから今日ね、夏ジョイドンはね、そう最後かもしれないという感じで、ね、ことで今日のこう裏テーマといいますか、今日はもう夏満開でいこうということ で、ね、夏を感じていただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではでは皆さん、次回のジョイドンもまた見てください、うん、それでは以上、私たちニアリーコールジョイでした。ありがとうございます。